何がどうなった？俺はまだ生きているのか？確か命の大使で魔王のやつが、俺だけが助かった。いや、そんなはずはない。きっとあいつらもどこかで。どうやら俺はどこぞの牢屋にぶち込まれちまったらしいな。脱出しようにもこの体じゃ。ここは魔物たちのアジトだよ。こいつ、いつの間に俺の背後に。心配しないで、僕悪い魔物じゃないよ。それより君怪我してるみたいだね。僕が治してあげるよ。痛みが収まってる。急に現れやがって。何者だお前は。ボス、ファミリーよろしくね。いや、名前じゃなくてだな。お前が悪い奴じゃないってんなら聞きたいことがある。俺の仲間をどこかで見なかったか？君の仲間？うん、見てないよ。このアジトにいる人間は君だけさ。そっか、会いたい人がいるんだね。じゃあこんなとこからは早く出なきゃ。ほら、こっちこっち。えい！扉を開きやがった。チェ、何なんだ、変な魔物だぜ。とはいえ、あいつの呪文は役に立ちそうだし、ひとまず一緒に行くしかないか。終わったな。
くらいな。いた。それご機嫌だぜ。こうして地下から脱出しようとしてると、あいつと一緒にデルカダールの地下牢から脱獄した時を思い出す。あいつは無事だろうか。今頃どこに。あいつ、ふん、君には大切な誰かがいるみたいだね。まあな、いろいろあったからな。さあ行こうぜ。行くぜ。とりゃせい。頑張って。行くよ。こいつでどうだ。俺たちの勝ちだ。僕の言った通り、魔物が2匹この先にいるでしょ。確かにな。おい、聞いたか。我らが邪竜軍をガリンガ様のご活躍を。おお、聞いたとも。
あの忌々しい神の民どもの里をついに攻め落としたそうだな。神の民？聞いたこともねえな。一体何のことだ？ま、今はそんなことをゆっくり考えてる場合じゃねえか。何にせよ、あいつらは邪魔だな。ねえ、だったらこういうのはどう？カシャカシャカシャ、カシャカシャカシャ。大変だ！大変だよ！うん？どうした？何があったんだ？おい、ちょっと待て。こんなやつ、ここでは見たことないぞ。はっ！貴様、なぜここに？やったね、カミュー。ん？今お前、俺の名前を？お前にはいろいろ聞きたいが、今はそれどころじゃないか。さあ、行くぜ。うん、レッツゴー。行くぜ。あいつら全員を倒すのは厳しそうだ。チッ、どうするか。もうそんなことでどうするの？可愛い妹さんのためにもビビってなんかいられないよ。どういうことだ？なぜ俺に妹がいることまでお前が知っている？それにあいつはもう。おかしいな。前に君が言ってた気がしたけど。前に俺が言ってただと？お前とはここで初めて会っただろ。とにかく今は脱出することに集中しなきゃ。どこかに別の道がないか探してみようよ。なんだよ、はぐらかしやがって。お前に言われなくても分かってるさ。俺のしぶとさを甘く見るなよ。Ha ha ha。
これもさっきのと同じ仕掛けだよね。でも今は動いてないみたい。どうしちゃったのかな。なるほど。大丈夫、壊れてない。魔力を注げばまた動くようになるはずだよ。僕ならなんとかできるかも。試してみるからちょっと待っててね。おい、見つけたぞ。脱獄した例の人間どもだ。増援の部隊をこっちに回せ。チッ、追ってかよ。いちいち相手にしてられねえ。まだ動かねえのか。ハオは魔力を注ぎ終えるにはもう少し時間が必要だよ。お願い、それまで僕を守って。音と行きやがれ。見るなよ。
お前やるじゃないか。えへへ、それほどでも。僕を守ってくれた君のおかげだよ。またさっきとは違う部屋に来たね。先に続く道を探してみようよ。マジか。まさかここは空の上だってのか。しかしどうする、さすがにここからじゃ飛び降りるわけにもいかねえしな。お、見て、あっちにも道があるみたいだよ。様に仕えし六軍王が一人、邪竜軍王ガリンガ。魔王様に差し出すため気絶していた貴様を捕らえていたが、まさかここまで逃げ延びていたとはな。非力な人間にしてはよくやったが、それもここまで。皆の者よ、あの男を捕らえよ。勇者の仲間をそのままにはしておけぬ。さあ、時は満ちた。魔王様に逆らう愚かな人間どもを滅ぼし、魔王様の支配をより強固なものにするのだ。大地は力よ。危ない。痛い。
急げ。それ。こいつでどうだ。危ない。スリープだが。もうダメか。畜生、ここさえ抜けられれば。方法なら一つだけあるよ。この声はホミリンか。お前一体。君は僕のことをずっと前から知っているはずだよ。地の底で出会う勇者に力を貸せ。さすればお前の食材も果たされるだろう。この言葉を覚えてる？その言葉は？ここを突破するために力をあげる。一度きりのとっておきの力さ。でもそれは君の一番大切なものと引き換えになるかもしれないよ。君の一番大切なものは何？そうなんだ。大切なものは仲間たちとの思い出。それを失うかもしれないよ。構わねえ。俺に力を。生きてさえいれば思い出はまた作れる。俺は立ち止まれねえ。そなたに力を与えよう。ついに観念したか。さあ奴を捕らえよ。なんとしてもここから出てやる。人間の最後のあがきか。相手をしてやろう。愚かな人間も。行くぜ。アバヤ。
マカド！いて！よくやった。どうやら切り抜けたようじゃな。わしはお主の世界で預言者と呼ばれる者。以前お主に預言を与えた手前、お主を最後まで導きたかったが、すまぬ。わしが手助けできるのはどうやらここまでのようだ。生きてさえいれば道は開けよう。さあ行くのじゃ。やれやれ、えらいこった。地形が変わっちまったところもあるし、体重が落ちた衝撃は凄まじいな。ん？おい、あった！大丈夫か？そんなところでフラフラして一体どうしたってんだ？わからない。俺は誰だ？確か誰かと旅をしていたような。おい、